よかったっす。あ、片加瀬の縁側から、新月明け7月23日のライブを、YouTube に載せようと思ったんですけど、なんか本人確認が24時間っていうのがめんどくさくてできてないんで、後ほどは YouTube にも載せます。とりあえず Facebook の皆さん、今日から休み？明日からか、休みは。まあ楽しんでいってください。あ、今日から休みだな。アルバムから5曲だけ。お耳汚し、失礼します。お耳汚し、
アムという曲でした。熱っ。なんかいい感じに日暮らしが後ろで泣いてます。ありがたいことにアルバム結構予約をいただいており、発送がすいません、ちょっと遅れてる節があるんですが、今日すべて送りますので少々お待ちください。ライブ会場ではたくさん手に取ってもらって、みんな車の中で聴いたりしてくれてるのかなと思うとワクワクしてます。オータムリーブスという曲を。
どり着く言葉を食うほど幾何学模様のタペストリー今たどり着くあの果実のよう誰かのどこかに届くよ「オータム・リーブス」という曲でした。すごい蜂が飛んできてあ今拍手しあらあらいたなんかいっぱい家に人がいますあれです、カタカセの縁側というところから配信してるんですけど、へそラボという 3D プリンターとかレーザーカッターとか映像とかウェブとか何でも作るおじさんの家です。西村和弘、ありがとう。何やろうかな。あ、じゃあ昨日息というシェアハウスでライブしたんですけど、その息のテーマソング的な針という歌を歌います。
針という曲でした。あと2曲ほど失礼しますが、なんかラジオみたいでいいっすね。2人だけお客さんがいます。なんかこの喋りながら、あんまりお客さんいると喋りながら恥ずかしくてライブしないんで、この家で配信すごい合ってる感じがします。明日には YouTube に載るかな。たくさん見てもらえると嬉しいです。元気な歌をやります。初めてという、はい。飽きた、諦めた、浮世をやめよう、呆れたからさま、初めての息を、生きるの始めよう。初めてという歌でした。あー、最後思いっきり音外しながら大満足です。嬉しいね。11人も休みか、そっか、休みだからコメントをください。そして YouTube のチャンネル登録をしてください。あのトレーラーと、ミュージックビデオが上がってまして、すべてこの、 あのへそラボという片カセの縁側の隣の部屋から作られて全世界に発信されてます。
ちょっと8月がね、水害とコロナでライブ控え気味に入れてますので、どこか中国地方、四国地方ぐらいまでは行こうかなと思ってるので、もしタイミング合えばぜひどこでも歌わせてください。最後の曲、合図というタイトルトラックをやります。ありがとうございました。始まりの物語のありか、うん、夜が明けてくその理由わからんまま進む。一週間毎日ライブする。子供は三人目、10月に生まれる。そんなことは分かっちゃいる。それでも稼ぎ続ける。なりわいをここから作る。そうだよな、みんな分かってるはず。やりたいことできない理由どこにある？頭ん中にあるだけのその虫を殺す。ただただ進む。信じてたその言葉がまた頭の中で繰り返す。戻るための旅、スタートのための合図、踊りためる旅、スタッカートのための合図、とどまる雨のように、捨ててはまた作って、終わるための旅、すべてを土に返す。Hey、 いつどこで誰が、いつどこで誰がスタートのための合図、スタッカートのための合図、すべてを土に返す。捨ててはまた作って、スタートのための合図、スタッカートのための合図、全てはまた作って、全てを土に返す。スタートのための合図という曲でした。ありがとうございました。長々とアルバムメッセージで予約受け付けてます。よろしくお願いします。イエイイエイ。